ちょっと待ってね。あ、もう配信してる？これ配信してる？やべえ。まだ。そこ、じゃあそれを忘れて配信したい。任せて。あ、はい、始まってます。お、始まった。始まってました、配信。すいません。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ、1個お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。FT バブルで飛んだよ。いやー、ありがとうございます。今日は、JT 杯、はいはい、田口淳之介さんのトーナメントの、主催トーナメントの、今トーナメントを配信していきたいと思います。はい、FT ですね。 FT で今現状なんですけど、うんうん、残り8人で5001万のアンティ、うん、アベレージが32万5千点になっております。アベレージが 32BB ぐらいですね。 32BB か、はい、でこっちも本当だ。で、田口さんが、FT のバブルラインで飛んだってことで、本日一緒に配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、1周年おめでとう。ありがとうございます。なんだかんだ1周年ってところで、うんうんうん、田口さんが来ていただいたのが5ヶ月前ぐらいですかね。そんな感じか。そうですね、うん、もう5ヶ月ぐらい経ってる。じゃあもうポーカー始めて半年ぐらいか。そうですね、もう半年。やっぱライブポーカーってね、本当に普通のアプリと違ってやっぱり楽しいよね。いや、めちゃくちゃ楽しいですね、うん、もう本当に。なんかオンラインポーカーとかだとやっぱ人読みができづらい、目の前でできないんですけど、うん、やっぱこういうところって目の前の人の表情を見たりとか、そうだね、そういうのができるんで。いや、最後ね、最後ね、決死のグラフだったんだけどね。悔しいっすね。いや、本当にしょうがないっすね。いや、まあ勉強になるわ本当に。まあでもポーカーはもうこれが醍醐味っていうか、うん、もうしょうがないって思う瞬間も醍醐味なんで、ね、はい。まあでももう今日は52エントリー。そうです。前回あれやったのがいつだったっけ。そう、3ヶ月前ぐらいに、ね、田口さんに初の、主催トーナメントをしていただいて、うん、一番最初がですね、土日のどっちかに、ね、45エントリーぐらい、うんうんうん、で今回が、平日の月曜日にもかかわらず52エントリーいただきました、ありがとうございました。ね、ほんとたくさんの方が来てくれて、まあ僕のね、お知り合いの方も、そうですね、いろんな店舗から本当つつ裏裏来ていただいて、そうですね、カジクエの店長さんだったりとか、ね、宮城の、うんうんうん、他ディーラーさんとかもいらっしゃって、ね、すごい盛り上がりましたね、かなり。いや、ありがたかったですね。ありがとうございます。アントニーさんとかも ねいらっしゃってね、アントニーさんも遊びに来てましたね。いや、嬉しかったね、あれはね。一回飛んだのに戻ってきてもう一回出ますって言ってくれて、すごい嬉しかったですね。盛り上げてくれました。いや、ってことで、今残り8人なんですけど、うん、ポーカーのこう、なんですかね、一緒にこうどうなのかなって話をできればいいかなっていう思うんで、ね、はい。まあ、もちろん僕はまだね、始めて、まあ、もちろんアプリとかでやってはいるけれども、いやリアルを始めたのは半年ぐらいなんで、そうですね、まあ、自分がこういう時どうするかなっていうことぐらいはお話できるかなと思いますね、うん。今チップリーは？チップリーダーを今ちょっとじゃあ確認しましょう。まあ栄光さんが 20% ぐらいって書いてあったね。そうですね、あとファビオさんがかなり持ってらっしゃる状態、はいはいはい、帽子かぶってる方ですね、うん。まあ他の方も、あ、栄光さん、うん、かな。そうですね、女の子も一人出てますね、今日は、うん、すごいですね。配信中はプレイ中はね、ちょっと携帯がいじれないということですね。あ、ガブさんがまくったね。ガブさん、あ、でももうトップ3、トップ4ぐらいまではほぼ一緒ですね。もう一緒ぐらいだね、はい。さあ、ですね、気になるハンドで言うと、りょうたさんがエースクイーン持ってますね。5番のりょうたさんですね。しかもスート、はい、スートで。ここがレイズ2万5千点の 2.5BB のレイズをしていきますと。ここにエイコさんスートなんだな。あ、エイコさんがごめんなさい、スートですね。エイクイですごい、セイムハンド。そう、セイムハンドにオールインに。いや、これは行くでしょう。これ行くんじゃないですか。確実に行くね。2万5000点に5万5000のレイズをして、今カウント中ですね、少々お待ちください。13万。いやー、ちょっとでかいんじゃない。13万っていうことは上に7万ぐらい、まあそっか。
さあちょっと表情を見てみましょう。まあちょっとかなり悩んでますね今。いやこれはやっぱね、一個が命取りになるけど、田口さんだったらコールしますか？コールします。ハンド見えてるからかもしれない。スートだから、スートだからね、うん、スートだから、スートの可能性です、うん、むしろ逆にやっぱオフでもね、うん、AV だったらオールイン、まあまあ行くか、行きたいかな、これは、うん、9万さあタイムバンクチップですね、うん、こちらの方を、左上にあるタイム30秒経過すると1分追加っていう形でタイムバンクを出してもらってます。さあコールしました。あーコール、これはもうほぼトップなんじゃないでしょうかね。ホットするけど、でもこれはスートハートが落ちたら結構怖い、うん、まあ、これはもう大丈夫ですね。あ大丈夫ですね、はいはい、これはチョップですね、引き分けです、はい、チョップです、はい、これドキドキしたね。まあでもあの BB とアンティ分があるから、まあそうですね、ちょっと2人とも得したような感じ、ね、一番テーブルにいらっしゃるガブさんが今チップリーダー、うん、2番目にエイコーさん、3番目、2番の田淵さんですね、はいはい、が僕の名前にニアミスですね、はい、ニアミスです、ニアミスですね、 B か G かの違い、 B か G の違い、うん、間違いないです、さあどうなるか。これねちょっと今お店のツイッターで、はい、今載せてる。僕はあれですね、今日は5時スタート、5時スタートで、はいね、からもうぶっ続けて、いやもうめちゃくちゃ走りましたよ、ましたからね、でも1回飛びましたからね。あ1回飛びました。今回あの一応僕バウンティーとして、はい、あの僕を飛ばした人には景品を、あちゃ、僕のオリジナルグッズを用意していまして、1回だけ飛ばされたので、ね、1回だけで1回僕を飛ばした方にグッズ、ワイヤレスイヤホン、あの選んでいただいて、もうたくさんグッズ持ってきたんで、はい、その中からじゃあ好きなもの選んでくださいって言って、ガチガチのイヤホンですか？そうそうそう、ワイヤレスイヤホンにサイン付きで、って感じでしたね。これは結構荒れそうな、まあ、ドローガー田淵さん、ファビオさんもついてるね。そうですね、ファビオさんがただキングがもうドミッてる、じゃあもう現状強いのは栄光さんだね。栄光さんはかなり強い状況ですね、うん、17% もあるんだ。ファビオさんからのオープンで、ただこれでハート落ちたらちょっとファビさんきついね。あーファビさんコールしました、ね、さあターンカード9、あーえぐい、このヒットえぐい。さあオールチェックで回りました。リバーで、あーエイコさんが今のところはポッと取る確率が高いが、ね、チェック。さあブラフはないと。さあエイコさんがここでバリューベットするかっていうのが、まあ初段バリューがあるんで、はい、ここはしっかり。ジャケイトですね、はい、おこれでちょっと抜けましたね。抜けましたね、エイコさん。やっぱこうチップ量が多くなってくるとね、そうですね、ブラインドもね、このストラクチャーが上がるとちょっとこう一気に上がりましたね。そうドキドキ加減もね、もう変わるんですよ ね、 よね。この一発ミスったらちょっとやばいってなるもんね。本当に一発が命取りのブラインドってかのレベルなんで今は。でもまあ女性のねプレイヤーも F に残って、はい、女性のプレイヤーさんも今ポーカーやってますね、かなりの方が。さあファビオさんが4万5000の 3BB レイズを選択。エイコーさんがこれ10ラインスートでどうするかと思ったんですね。10ラインスートね、今日ね、あの僕の前半が JT なんですよ。 JT ですね、はい、みんな俺その話をしたら JT ハンドに翻弄されてました毎回JT なんじゃないかと、 JT だったら行かなきゃいけないんじゃないかっていう脅迫観念に駆られるって言ってます。コール、まあ、JT 強いですからね。まあね、さあフロップ程よいんだよね。行きましょう。これはヒットはなし、ヒットなしですね、お互いに。現状ファビオさん、ここでね店内とか落ちるからね。さあここ一発ブラフベッドですね。これでガットとかねついちゃうとね、エコさんもきついし、7とか落ちちゃうときついね。さあこれリバーまで見に行きたい。あーハートはこれブラフ、かなりブラフしやすいんじゃないかな。おー強気、10ハ
タイで、いやきつい。これはエコさんは商談バリューがないと選択したのか。あーナイスベットですね。ナイスベットまくったね。いや確かにね、ペアボードだしね。ペアボードはちょっと厳しいですね。さあかなりチップを持っていらっしゃいます。いやおもろい。でこっからが早いよね。こっからが早いですよ本当に。ただ合戦になってくるしね。平日で52エントリー入るトーナメントってなかなかないですからね。嬉しいねそれ。いや本当に嬉しいですね、うん、今回このトーナメントで優勝された方は、うん、年末年始にやるキリン次戦にも出れる権利を持っているので、そんなことあんだ。あそうです、50エントリー以上だと優勝したら、うん、そのトーナメントに参加できるんで。すごい知らなかったそれ。そうなんですよ、うん、ちょっとこれ付随で、はい、付属でね、別のトーナメントに出れるっていう権利がもらえるんで。しかも今回何よりこの、はいそうなんです、トロフィー、トロフィーね。あオールインコール入った。あーやばい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 。さあファビオさんがエース3でオールインしていくのに対して、マニーさんがキングナインでオールインコールしました。ボードの方見ていきましょう。あーエース。さあダイヤがあるよ。ダイヤがある。わあ、すごいな。これはこれはカバーされてるか。うん。いやーお疲れ様です。いやお疲れ様でした。ナイスラン。マニさんお疲れ様です。早いねこっからがね。こっからは早いっすね。今のはキングか。悩むところだよな。悩みますねこれは本当に。まあやっぱエース強いね。強いっす。残り7人か。これはあれですか、はい、飛んだごとに、まあ、グッズを中から、グッズを何か選んでいただいて、まあね、なんか、まあ、出ることが可能な方は、コメントでも残していただいてね。はい、はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ちょっとじゃあ最後ね、8になっちゃうけど、キングまあ強いけどね。あじゃあこっち座っていいですよ。僕のちょっと狭いんですけど前に出れます。あちょっと待って、ここ難しい。ちょっと中腰で。あ中腰でいいですか。ちょっとごめんなさい。すみません。ちょっと中腰でお願いします。あここのカメラがちょうど映るところ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした今回は。いやけどちょっと最後。もう打っちゃったんで引けなくなっちゃう。そうですね。まあ確かにね。いやもうしゃーないっすね。普段はどこら辺で打たれてるんですか。普段けど渋谷とか、まあけどこう、あ、そうですか。あたりが多いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。いい、ね、何で知っていただいてる。ダブルエビスのツイッターフォローしてるんですけど、うんうん、おあのそれで見て、はい、ちょっとマイル持ってたんで。あ、いいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。何を選ばれました僕の。あ、じゃあこれあれですね、ポットオンレイ、オンレイ、オンレイポットできるドリンクなので、ここにサイン入れてプレゼントしますね。嬉しい。これは何人かな。NFT はもう本当に一個がね命取りですからね。今日はね、クイーンズの日だから、12月11日。あ、そうですね。名前はあれですかね、ポーカーネームですか。あ、別にどんなの。あ、マニーです。あ、じゃあマニーさんだね。はい、あ、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。またタイミングがあれば、ぜひ遊びに来てください、はい、すいません、中腰で。ありがとうございます。ありがとうございました。マニーさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、鍵がね、開いてない。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ってことで、今実はオールインが入っていて、やば、まゆさんエーシズ、うわ、りょうたさんテンズ、なにこれ、やばいじゃん、このスリーウェイ。ちょっとちょっとちょっと、90エース、これはテンズ悩むな。いやー行くよこれは。行っちゃうけど、でもあースリーウェイです。はい、スリーウェイ、スリーウェイでけー、これは嬉しい。エーシズ、盛り上がってる、盛り上がってる。これはすごい。いやすごい。さあフロップボード見ていきましょう。8位、
ダイヤがある。あ、ダイヤはエースが抑えてるっすね。ダイヤエースが抑えてる。8、8。うわー、6。すごい。あ、ドヤ顔ですね。いやー、マヤさんドヤ顔します。すごい。これはで田淵さんがシートアウト。あちゃ、ほんますかかな。田淵さん、あー、田淵さんシートアウト。お疲れ様でした。あれ違う、田淵さんも、ん、田淵さんじゃないよな。田淵さん2番じゃなかった？5番か。5番だな、多分。これは厳しいな。すごかったな今のは。いや、まゆさんにとっては嬉しいエーシズ。いや、嬉しかったですね。これだいぶチップの選挙変わりましたよ。これ一気に上位に食い込んだんじゃない？今、いや、すごいな。いや、凍るよな、テンズ。いやー、まあ、難しいとこっすけどね。あの、5番の方、さっき飛ばれた方に、うん、カバーしてればいいかなっていうレベル、カバーっていうか、まあ、チップも勝てればいいかなっていう。あ、じゃあ、まゆちゃんか。まゆちゃんに勝てればいいかなっていう感じだったんですかね。どっちで考えてたのか。まゆちゃん、多分、C、あの、ショートだったんで。ショートだったっす ね。かなりショートやったんで。そこに負けなければみたいなのは、うん、そうだね、考えがあったんじゃないんでしょうか。さあ、エースジャック、あ、どうぞ、はい、あ、お疲れ様です。すいません、ちょっと中腰になっちゃうんですけど、いいですか、ごめんなさい、ちょっとここの画角に、はい、はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。今のはきつかったね。今のはちょっと辛いですね。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょうどいいのがあった。すいません。まあ、この、ね、あれはもう入れても仕方ないでしょうね。仕方ない。いや、仕方ないですね。確かにね、ペア強いっすからね。 まだ良かったのが女性に飛ばされたのがあの、まだ良かったです。そんな紳士なんですね。はい、もうやろうと思ったら、まあ、ダメだったんですけど。ああ、もう、もうそこはね、気分悪くして帰ってたんですけど、気持ちよく帰れました。そこだけは。いや、普段結構ポーカーも長く、普段は渋谷でよく、渋谷、はい、さっきと一緒、前 でも、あの前目黒の時に、はい、に、お邪魔させてもらって。あ、ほんますか、ありがとうございます。で、カラオケもできるってことがあったんで。カラオケできましたね、はい。なんで、もう飛んでカラオケして、飛んでカラオケして帰る帰るって感じです。それが日課に。間違いないです、ね。はい、いやー、ありがとうございました。いやいや、今回何でして。今回友達が紹介して、あの、ツイッター、うん、ツイッターで、あの、上がってて、で、いい、あ、ちょっと面白そうと思って、うんうんうん、で、友達があの、LINE でくれて、いただいてくれて、本当ですね。じゃあ、行きますということで、はい、最初のテーブルでもいきなり横に座ってもらって、はい、いやー、もうド緊張しました。いやいやいや、さすがにスーパースターなんで。おいくつですか？僕28の年になります。じゃあ僕の1個上なんで、多分ちょうど世代じゃないですか。あ、多分ちょうどそうなんですよ。一番テレビで見てた時代の。目なんか合わせれないですよね。見てください。見てください。もう今日楽しかったですか？いや、今日本当楽しかったです。良かったです。いや、ありがとうございます。こちらは何を選択されて？これが何かわからないんですけど、はい、これね、これね、多分ね、女性向けなんですよね、これ。鏡ですね。あの、これ、このあの、女優ライトなんですよね、これね。女優ライト、この、ここで、こうやって開いて、ここがピカって光る。あちゃ、いや、絶対僕じゃ、いや、でもイケメンには大丈夫ですよね。イケメン向けなんですよ。イケメン向けですよね、はい、じゃあ僕セーフということで。もちろんセーフです、はい、じゃあこちらにサインを、ね、はい、すいません、入れてお渡ししたいと思います。裏ですか、表ですか？あ、どちらでも。あ、表がいいか。あ、そうですね。やっぱ写真があるのが良かったので。お名前はじゃあ、りょうたでいいですか？はい、はい、ありがとうございます。写真撮りますか？はい、いただきます。はい、ぜひぜひ。せっかくだからね、持っていただいて。いや、せっかくやったら、あの、ライト照らした方がいい。あ、照らした方がいいか。はい、照らした方がいい。お願いして。もちろん、もちろん、もちろん。この画角でいける。ははは、照らした。おー。いきまーす。はい、チーズ。ちょっと待ってね。ちょ、顔引きつってまうわ。スーパースターですかね。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。さっきちょうどサインしてる時にオールインが入ってて、そうそうそう、見たらみんなすごい、みたいな、どうなってんのみたいな、ポケポケポケっつって、オールインしてるの、お、すコール、うんうん、どういうことってこれ、俺買ってるやんなと思いながら、エーシーズやったっすね。エーシーズはもうダメです。
お疲れ様でした。すいません、お疲れ様でした。はい、ちょっとまたイベントあったら、はい、お伺いさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これちょうどいいですね。いやー、嬉しいね。みんななんか楽しんでくれてた。いや、なんか楽しそうなんで、本当によかったです。そして、さっきのあのチップを獲得したまゆちゃんがかなり今ブラフベットを打って、うわー、エース4でコール、4ヒットでコールしました。これナイスコールですね。コールうまいな、これ。ペイコーさんかなり上手ですね、今のプレー。全体の今世界の 43% 持ってますからね。すごいね、世界の 43%。 100万、いや、すごいな。これは結構やっぱこういう時にね、FT で残り5、6人ぐらいでやっぱチップリだったら結構やりやすいのかな。いや、多分だいぶ動きやすいと思いますよ。あ、かなり、うん、そうだよね。だから僕たちが田口さんと2人でトーナメント出た日あったじゃないですか、うん、あの時も結構チップ持ってて動きやすかったじゃないですか、うん、あのイメージだと思います。かなりかなり動きやすい。確かにね、ブラフもね、うん、お財布に余裕があればいい。そう、ブラフも嘘つけるんでいくらでも。うわ、ペアペア、まただ。さあ、ガブさんが4ポケ、パウルさんが6ポケ、キング10で田淵さんがキング10スートでレイズに、ハウルさんが6ポケでコールに、ガブさんが、BB で4ポケにコール。うん、まあ、BB だからね。さあ、これどういう状況になるのかなっていうところで、ボードが、うわ、すごいボード出たこれ。ちょっと待って、オープンエンドついてる、ガブさん。ガブさん、あ、てか、あ、そっか、ガットがハウルさんについてるんだ。上のガットっすね、これ読んでるときに4が。でも、あ、ん？ん？いや、引いてないです、引いてないです、うん。さあ、ガブさんはかなり打っていきたいのかっていうところなんですけど、5万点のベットをしていきました。でもこれさ、6下スト引いた瞬間ガブさんやばいね。いや、これちょっと怖いっすね。おっと、ツイッターがかな。おお、あそこちょっと、あ、ラグだ。さあ、リバーがラグで、これどっちが勝ってんだろう。うわ、6ポケ、ここ、いや、4ポケがベッド、うーん、ベッド。6ポケ側的にはかなりコールしたいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ローボード BB 有利か。うん、ね、クイーンがね、あー、降りた。あー、ナイスポイント。あ、いや違うよ、いや違う、まくられたよ、すげえ。OK、あ、ツイッターにお店のやつに、はい、あの配信のツイートをしてるんで、もしよかったら YouTube。いや、おもろいね。しかし、いや、おもろいっす。いや、本当は俺も FT 残りたかったよ。いや、そうっすね、俺も残りたかったっすね、かなり結構頑張ってたのにね。すいません、行ってます。いい感じです。これ今配信か。はい、あ、乗っかってますか。ずっと乗ってます。さあ、ここで今が、ファビオさんがキング8スートでレイズ。いやー、ドミリまくってんね、全てが。なんかあの配信で見ると意外とドミリまくってるんですよね、うん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 、現状キング10、現状キング、いや、ハウルさんが、8番のハウルさんがオールインされてますね。オールイン、はい、8番のハウルさん、 JT ハンド、 JT ハンド。おっと、オープンエンドついた。熱い。これオールインしてんのかな。でもジャックが、お、あ、お、今オールインさん、今オールイン。これオープンエンド、キングがまずないじゃんか。8で、いや、これナイス、きついよ。ナイスオールになるんじゃないかなっていう。現状でもガブさんの9ヒットが優勝だね、今ね。そうですね、今9ヒットが、ね、60%。 いやー、さあ、ガ
アブさんここに来るでヒーローコールするか。いやさすがにねホールド。いやどうなるんだろう。ホールド。さあファビオさんもホールドですね。はい。おお。ナイスオールインですね。ナイスオールイン。ここは反動見せてね。うん。JT! JT! JT ハンドです。わざわざ見せなくていいところを見せるのがこの今日のね今日のマジ JT ハンドみんななんかあるからみんなで、うん、いいショーでした ね, 今ねいいショーでしたね、うん、ナイスショーいいプレーですねこれいいプレーですいいプレーですね。さあ一応今状況整理していくと、うんうんうん、残り6人、うん、で1万2万のブラインドでアンティあブライあアベレージが43万点、うん、まあ大体 20BB ぐらいっていう状態になってます。で3位までがインマネっていう状態ですね、うん、まあでも今がだからあれでしょメインのトラメの割引券がそうです5位までに付与されるから今まあある意味インマネバブルラインってことですね。インマネバブルみたいな状態です、うんうん、さあ今ちょっとトラブルで RFID が反映してない状態ですね、うんうん、RFID がちょっと反映してないですね。あ、来た来た。あ、今出ました。ありがとうございます。来た来た来た。これあのチップ入力もしてるんで、うんうんうん、誰がチップをいくらやってるとかもちろん分かってます。さあ SB から田淵さんがレイズ。おオープンエンドつきましたね。オープンエンド。ただこれはチェックチェックで一回見ていくと、さあターンカード、あ6ヒットにオープンエンド。これはちょっと一発打ちたいのかなっていうところですが、ここはチェックチェックでチェック。さあリバーのカードを確実に見に行ってどういくか。チェックでベットされると厳しい場面ではあるんですが、ここは一発打ちますね。さあファビオさん的にはキングハイは結構ギブ寄りなのかな。どうなんですかね。でもどうなんだろう。 SB でしょ。まあそうそう、まあまあまあ、うん、ちょっとねボードが。さあチップが、あれマユさんどうしたの。いやチップカウントが、あ間違ってるだよね。結構あるもんね。あでもそんなもんか。 3BB 嘘だ。あ 10BB じゃない。ちょっと間違えてる、ね、間違えてるねチップがね。いやあチップカウント間違えてるっぽいね。マユちゃんが 3BB になってるわ。あ普通にね多分全体のチップが間違えてるだけだと思う。あの個人のやつね、個人の方。うん、いや多分一人飛んだら一旦5分ブレイクとかでやり直せば、うん、さあファビオさんが SB からベイベイズで、まあ A 子さん72なんでね。72オフ最弱。最弱です。これは普通にフォールドだね。ちなみに今日の、うん、今日のグッズってどんな内容なんですか。内容今日のグッズは僕が普段ライブやってて、はい、でそのライブの会場とかで物販をしてるんですけど、それのあのいろいろなグッズを自分の手元にあったんで、大放出。大放出イベントです、ね、忘年会です。忘年会嬉しいですね。いやなんかねやっぱせっかく自分の、うん、名前を冠するトナメだったらね、ありがとうございます。楽しんでいただきたい。やっぱね1回目からその2回目がこうやってエントリーが多かったっていうのもなんかすごく嬉しいよね。しかも平日で、平日でここまで行くのはなかなかないんで、うんうんうん、本当にうちのトーナメントでもなかなかないですね、うんうんうん、もうず常にね満卓。まああのサイドもねもう1個あったし、うん、もう1個やってました ねで今日わざわざね、写真撮りたいって言っていただいて来ていただいた方もいたんで、うんうん、本当嬉しいですよね、うんうん、そこは、ね、さあファビオさんがテンズでオールインしました。さあこれフォールドですね。あ田淵さんがフォールド、うん、あーフォールドナイス。いやさっきスリーウェイオールインがあって、はい、13人ぐらいの時か、はいはいはい、1人 A 金、1人 AJ でテンポケ、うん、テンポケがねスリーウェイオールイン
抜けて勝利、ね、2シートオープンさせましたからね。あれはすごかったね、本当に。まあもうそういう時間帯だったっていうのもあったから、ね、そうなんですよね、あ、うん、時間帯が本当にすごかったですね、うん、あれが。ダイヤの7エクスポーズ、あ、誰にも絡んでないね。誰にも絡んでないですか。しかもダイヤが1枚しかハンドに、あら、あ、2枚か、2枚か。いや、でもいいですか。さあ、ここで、ボタンのエイコさんがジャック5スートで、レイズしていきました。これマユちゃんは S10 コールするんじゃないですかね、さすがに。はい、うん、まあ、結構エイコさんチップ持ってるんで、かなり、レンジは広めで取ってると思います。うんうんうん、ボタンで、まあスートだしね。そうですね、ジャック5ダイヤじゃないし。さあフロップいきましょう。これはジャックトップヒット、うわー強い。ただまゆちゃんがオープンエンド持ってるんですよね。かなりバリュー、これでも栄光さんまず打つよね。これ打ちたいですね、オープンしてるからね。75,000オールイン、かっこいい。スナップオールイン、殿下の宝刀、殿下の宝刀スナップ これ気合オールインですね。気合だよ。いや、やっぱね、女性の方が結構思い切りのいいプレーする方が多かったりするよね。わかるっす。か、逆に硬いかっていう、そのどっちかっていうかね、うんうんうん、なんかオールインって結構女の子ってバリューしか出てこないイメージあるっすよね、うんうん、まさかでもこれまさかのブラフオールイン。いやでも8枚あるか。ただパーセンテージで言うと 37%、エースもアウツになってるんで。そうかそうか、はい、確かに強いなこれ。いやこれは強いオールイン、すごいわ。凍れる、凍るよな、トップヒット。どうなの。いやでもちょっとあれクローバーのフラッシュドローもついてる。そうなんですよね、見える感じではあるし。いやきついか、トップヒットじゃいけないか。チップリーダーどうなんだこれ。これマイさん行ったらかなりでかいよな。ただ BB に89とか、うん、あ、これいいですね。さあ、S10。いやー、出てきたよ、S10。ただ、37% あるんですよね。でかいね。うわー、これ、あー、次。あー、引けず。いやー、残念。残念っす。お疲れ様でした。また、エイコーさんが伸ばしてしまった。これ、エイコーさん伸ばしちゃったっすね。すごいね、44% は。いやー。ちょっと一瞬5分ぐらいブレイク入ります。はいはい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやよかった。一瞬座って、あれ、いやグッズもらった。エーシズは痺れたけどね、あ、まだもらってない。あれ、グッズもらってない。グッズもらってない。グッズりょうたろー、グッズもらんなかったし失礼しました。あ、ういこごめん、誰かにグッズを配信宅に持ってきてって伝えてほしい。お疲れ様でした。楽しかったですか。でも FT まで残れたバブルで、ね、本当に嬉しい。いや今日はメンツ的にも結構渋かったよね。だいぶ渋いっす。なあ、だいぶ渋かったっす。一番最初4人でスタートした時なんて俺も、ね、もうドキドキが飛ぶなんだよ。やばこのテーブル。最初飛びそうやったっすもんね。最初速攻飛びそうになった。あ、そうだったんですね。はい、じゃあこれマユさんこの中から選んでください。何がおすすめですか。これはあのバスセット、あ、バスセットいいな。とかあとこれが折りたたみ傘。あ、折りたたみ傘ってパコって出てくるんですよ、これほら、うんうん、まあちょっとあれかな、まあでも使いやすいと思うし。あとは扇風機と、あとこれはあの携帯のなんかホルダーというか、意外とあるね。本当ですか。まあ、バスセットとかもあるし、ナップサックもあるし。あ、悩むな、今携帯かバスグッズかでめっちゃ悩んでる。まあ女性だからね、まあ、バスセットもいいんじゃないですか、ね、他の方がバスセットもらわない可能性がね、あると考えたら、考えたらね、エクイティ的にはね、エクイティ的には、悩みます。 iPhone、 あ、 iPhone のこれ。そうなんですよ、はい、これ結構なんかここに、ああなるほどね、あのこっちにあのなんかこういろいろ入れられる小物ね。
さんバスセットもらわないんだ。でも分かんない、これ使う男性あんま多くないから。まあ確かにそうなんですよ、どっちでもいい、ね、じゃあこっちいただきます。あ、そっちいいですか。バスセットそっちいいですか。はい、ありがとうございます。バスセットになりました。いただきました、ありがとうございます。じゃあサインを、サインの方ね。いいですか、はい、やった入れていきたいと思います。あ、これこっちの方がいい。そうだね、こっちの方がいい。こっちで起動しちゃう。おー、嬉しい。飛んじゃったけど FT の方が、いやまあ FT にね、いや俺も FT バブルだったんでね。確かに、ね、本当にタイミング良かったですね。間違いない。まゆさんでいいですか。はい、まゆで。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ナイスランでした。6位ですね。6位です。52日6位。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。またぜひ参加してください。はい、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。一回トイレ休憩になります。ちょっとお待ちください。
さあ、ウイコ、チップカウント OK だよね。はいっす、じゃあお願いします。さあ、すいません、ちょっと今チップカウントが再度完了したとことで、さあ、再開。52万か、アベレージが。大体 25BB ぐらいですかね、ちょうどいいぐらいの FT で、残り6人で3人でインマネっていうところですね。さあ、フォールド。おっと、ちょ、たまに消えちゃうっすね。あ、まあでももうね、残る。僕はね、でかいよね、BB からしたらね。でかいっす、この額は。うん、一応なんかこう質問っていうか、うん、あのポーカーを始めたのはどのくらいな感じなんですかね。半年ぐらいだね。半年、うん。でもやっぱもう結構その間にも俺トーナメすごい出てるし。いや、出てるっすね。この前あのJPF はいはい、あの渋谷のヒカリエでやった時はデイ2まで残れましたね。おお、さすがです。いや、難しいよ。でもやっぱあんだけの人数いると、あのいろんなプレイヤーさんがいるからね、やっぱ自分のそのプレイスタイルをやっぱりこう柔軟にしないといけないじゃん。そうなんですよ、本当に。なんていうんですかね、そのいろんな人にコミットっていうか、まあ合わせていかなきゃいけないと思うんで、めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、ちょっと待ってください。オールインが入りました。ちょっとハンドが読み切れてないですけど、さあ今ハンドが読み切れていないが、キングジャックスートでオールインしてますね。これナイスオールインですね。まあまあまあ、もうそういう時間よね。さあ今確認していくと、チップリーダーがエイコーさんがチップリーダーで今回っている状態ですね。さあ、まあもう今この今回の1周年トーナメのメインの、はい、ね、割引券は確定はしているんで。そうですね。あ、いや、あと1、あ、そうか、5人なんで確定です ね。メインは日程はいつなの？メインはもうデイワン始まってるよね。デイワン1個始まってて、うん、明日明後日とかに、ね、はい、もう1個入れてる状態ですね。じゃあ最終日メイン、最終、いや最終の1日前、いや最終日か、最終日がデイ2ですね。18日、はい、18日がデイ2、デイ2ですね。さあ、エコさん 42% 持って、圧倒的倍あるからね。これほぼ倍だからね。これはただ飛んだ順にグッズは選べるっていうのがね、メリットがあるから。そうなのよ。ちょっとそこだけ、まあもちろんね、優勝者にはね、このこのそうこちらの名前が入ってるんですよ、ここに JT カップ優勝。イエーイ、いいね。チャンピオンっていうね、チャンピオンですね。トロフィーはやっぱ欲しいですよね。おっと、なんだこれ、トラブルだよ。 RFID が読み込めてない、うん、まあ全然、あ、読み込めた。ああ、急に来た。おー、また出たこれ。テンズとエーシーズ、これはもうぶち当たるね。さあ、3ベッドですね。あー、ホールインにコールですね、これは。うん、砂子だね。さあ、どうだ。シーズ出るもんだな。こういう時に限って出てくるんですよ ねシーズって。おわー、もうこれは決まったか。これはもう決まったな。うん、だね。いやーお疲れ様でした。ハルさん、お疲れ様です。ありがとうございました。いやー、今のはきつい。これきついな。なんでこうぶち当たっちゃうかね。なんなんすかね。それはまあもうポーカーのね、この相手のハンドが見えない中でね、やっぱり自分のね気持ちがやっぱ大きくなりますからね。醍醐味なんすよね。うん、まあ、FT ってこれがすごいきちいな。でも本当スナコだったね。いや、ほんまにすごくね。まあでもまあ電図は強いからな。沈めてくんのかいみたいな。まあ、せめて平均エクイぐらいにしてってなるよね。50%50% の戦いしたいって思うんですよね。はい、ハウルさん、お疲れ様です。
あ、OK です。じゃあお疲れ様でした。あのグッズをじゃあ選んでいただいて、ハウルさんがちょっと顔出しが NG ってことで、はい、この中から、これが携帯の、ショルダーと、あと折りたたみ傘と、ナップサックとバッグと、あとこれあのアクキースです。あと扇風機もあります。扇風機。携帯のかけるやつ。あ、じゃあこれで、あ、じゃあサインも書きますね。普段はどこら辺でプレイしてるんですか？あ、新宿が多い。あ、じゃあこちら行きますね。ありがとうございました。楽しかったですか？ちょっと今顔出し NG ってことなんで、一回写真を撮ってきます、はい、さあ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 、残り4人で今 SBBB のブラインドヘッズですね。さあファビオさん、これストレート引きましたね。 SBBB ブラインドヘッズ、嬉しいターン。これは一発打ちたいですね。打つか、まあまあ降りるよな。うんうんうん。さあ残り4人のはずなのに残り3人で表示されてますね。ちょっと今あるあるですね。残り3人になっちゃってるよファンズ。本当ファンズ3人。これ派手だね。しかしこれ、これ派手なんです。あ、こちらなんですけど、今あの右上のこのこの辺か、この辺にあるボタンっていうブランドのパーカーを今着用していただいていて、ボタンといえばね、このプレイヤーもね、ポーカーのディーラーボタン、ディーラーボタン、こちらのパーカー実はもうこれからもう発売してんのかな、確か発売していて、まあ、ちょっとお値段の方が5万5000円というところで高いなちょっと高いんですけど、めちゃくちゃいい生地になってるんで。確かにね、そうなんですよ。すごいド派手な感じのプレイヤーっぽいですよね、ポーカープレイヤーに。そうだね、やっぱボタンはね一番有利なポジションでやってるやつなんで、ね、ぜひ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 お願いします。ちょっとまた後で詳細の方も載っけておきますじゃあってところで、さあキングテン、レイコーさんがオープンですね。あ、じゃあ SBBB なんで、コールドで入ってますね。これはレイコーさんがコールにレイズして、うん、ファビオさんがコールしてる状態。さあファビオさんがチェックにベッド。さあファビオさん、ここでブラフを仕掛けていくか。フォロですね。あ、そこはさすがにね、これは。さあ残り4人か。バブルラインですね。バブルライン、田淵さんがかなりショートスタックな状態ですね。もう次 BB 回ってきたらもう自動的にオールインぐらいの、はい、ザガンか。ただ多分チップ見てる感じだとちょっと多分凄さがあるぐらいですかね、うん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 。さあエイコーさんエースジャックスーと、ファビオさんがエース4で、わー、これも当たりそうだな。 AJ 対 A4、 これレイズしたいっすね。いやボタンかレイズ10番を押せる。うんうんうん、お
ファビオさんコールですね。コール、はい、ちょっと現状勝てる場所があんまなさそうだよね。4ヒットのみ。これエース落ちたらちょっと厳しいんじゃないかな。これでスペードとかがドドドと3枚出てきたら、3枚ロップで出てきたらやばい。あ、まあ、これは諦め効くよね、うん、これ諦められるっすね、うん、諦められる全然ね。ここで打っていけないもんな。おお、ここでやばい、ホールインやばいな。これ凍れないよ。ぶち込んできたね。え、凍れないよこれは。どうなんだろう。まあじっぷりでもまあ51万でしょ。え、でもアウツどうすんのこれ。そうだよな。でも栄光さんも悩んでるってことはワンチャン勝ってんじゃねえかなって思ってると思うよね。いや、これはタイムバンク使って、うん、じっくり考えましょう。これはいやー、ナイスオールインだね。いや、これ本当にナイスオールイン。よどみないオールインだったもん。いや、これほん、あの、これ仮に栄光さんがコールしたらめちゃくちゃスーパーコールですよ。うわー、本当だよ。ショート動画に正直俺は全く凍れない。いや、間違いです。全く凍れない。ヒットもしてない。フラドロもランナーランナー。もしかしたら栄光さんが今こうブラフが、いやー、これは無理。ナイスオールインだな。いや、これすごいっすね。まあ、実際相手のハンドが見えてるからね、俺らこうやって見えるけど、やっぱ、おぉナイスオールイン。嘘、すごい、一気にこれでチップ差がほぼなくなった。これファビオさんは目をスーパーナイスオールインですね。ナイスオールインだね。いや、普段から打ち慣れている部分もあるかもね、うん、こういう局面何回も経験してるだろうし。ファビオさんはあの WGP のタッグ戦で優勝されていて ね、うんうんうん、ね、はい本当に。いや、バブル勢は本当にすごいトロフィーの数を持ってきてるよ ね、 ね、この、まあ、1周年なんですけど、今年1周年で多分トロフィーの数が20個ぐらい、1年で20個弱。しかもその中にも JPT、 え、なんか JOPT は、あ、違う、なんだっけ、あれ、AJ、 あ、 APT、 APT、 APT 海外のやつも4つぐらいあったりとか、うん、すごいよな海外のいや、本当にめちゃくちゃ、はい、ありますね、うん、ってことで、これちょっと今ハンド読み込んでないんですけども、エイコーさんの方がレイズ入っております、うんうん、ハンドを表示されてないって両端に伝えてあ、出た、来た、ハンド来た。うわー、 JT いる、 JT いるな、これ JT いる、あー、降りたJT をヘッズアップ、エイコーさんと田淵さんがヘッズアップしていて、ボードが、うわー、これナイスオレイン。まあ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 、まあ、ナイスオレン。こういう時ってキング怖くないのかな。いや、もう、あ、 BB だからか。いや、もう多分ショートなんでプレッシャーかけにいってると思うんですよね。次のカード見せて負けるぐらいだったらっていうのはあると思う。さあ、チップカウントなんだこれなんかバグってるけど、まあ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 、やりましょう。ちょいバグしてますけど大丈夫です。5BB ぐらいね、あったもんね。一番ショートの田淵さんには 5BB ぐらいはあった。田淵さん今1番なんで結構チップ持ってるんですよね。50万以上持ってるはずなんで、多分間違えて表示されてるんですけど。そうなんだ。まあ、ただ栄子さんがチップリーダーっていうのは変わりなさそうなところで、うわー、これ A 金とキングジャック当たんじゃないかな。しかもスートだ。しかも飛びってない。
田淵さんチップ少ないんで、もうオールインにオールインですね。あ、まあまあまあ、そうそうそうなるですね。さあ、これキングのみですね。いやーきつい。平均とキングジャック、うわー、ハートハート強いな、これジャック2枚アウト。おお、そこのジャック出るんかい。出口入り口入り口田淵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 さんのこのリバーは嬉しい。だってダイヤダメですか、あ、ハートダメですか、ね、ハートダメだからね。これはすごいわ、超狭いところ行ったね。3枚でしょ。いや2枚ハートがないんで。ハートないか。何それ、もうちょっと表情が、あ、落ち着いてますね。まあ嬉しいね今ね。嬉しい嬉しい、うん。さあ今同節33ですね。おお、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にコメントとかもあるのかね、これ。あるんです、実は。あ、そうなんだ。あるんですけど、うん、これをね、ちょっと下げないと見れないですけど、あんまコメントしてくれないですよね、ボーカー。結構ボーカーを見てるって方の方が意外と多いんで、うん、実は。63オフ。さあファビオさん、レンジを広く。ああ、これは無理だ。オープンエンドついてますね。オープンエンドついてる。しかも、え、チェックチェッ ク, チェック。ああ、もうだね、レッドのに対して。いやー、エコーさんハンドが入るね。次が BB だからな。座岸でこんなハンドで俺にする。いや、できない。ホールドか、ホールド。ファビオさんが反応してない感じですかね。ファビオさんってまだ分かない、分かない、入ってない、うん、来た。ファビオさん何ですか。なんだなんだ。あー、うんうんうん、見えなかった。まあ強かったんかな、多分強かったんじゃないですか、ね。まあ、ボタンのね、やっぱりプレッシャーもあるか。さあ、ちょっとここで BB とアンティ放出はきついな、田淵さんは。え、2班かな。エイコーさん7キオフ、これオープンするんじゃないですかね、ボタンからチップも持ってるんで。おー、ホールイン、フルパワーですね。これは無理。さあ、 BB の田淵さんにかなりプレッシャーをかけにいってますね。いやー、まあこれはもうすごいな、ホールインなんだ。かなりのプレッシャーをかけにいってますこれは。いやー、まあそうだよね。さあ、これあのあと1人で3万マイル確定なんで、まあ次俺いいか。いやー、まあでも全体的に良くない。これ田淵さんがオールインになって、自動オールインになってるんですけど、自動ではないっす、ね、うんだね。選択はあるよね。ホールド、うん、おお、まああと1周我慢できる。ボタンも来るし、まあ、1周っつってもね、これすぐ来ちゃうんですよ ね, この1周が、ね、栄光さんついにもう 50% オーバーだよ。4BB あるか、 4BB ぐらい、ね、15BB あったもんな。え、あ、 15BB あった、15万あったから 5BB あったよな、ね、さあ
ハンドが、あー、おー、エクイ。カブちゃん、エクイ。エクイ。エイコーさん、これ、エニコールかなっちゃうのかなまあ、一回カウントしてもらうところ。いやクイーン6か 3BB 以下ですね、まあ、で1回ぐらいはって感じか、うん、あまあさすこ、うんうん、クイーン6と S クイーンこれは S クイーンだいぶ有利ですね、うん、でもさっき引かれてますからね、うんうん、確かにね引いてリバーでね引いてますからね引いてる、うん、うわ ー, うわーガッとついた4のキングああ危ない S クイーンですね強い田淵さん耐えました耐えたねかなり耐えたっすね、いやすごいこれはドキドキするねいや意外と 1.8万マイルでかいですからねまあね、うん、かなりかなりでかいですねもうかなりの佳境こっからが早いからねいやこっから早いですほんまに結構早めなんでどうなるのかなっていうところがあるさあ、田淵さんがキングジャックオフでオールインしたんですがこれエコーさん的にはねーコールしたいけどいやこれナイスさあかなりスタックのアベレージが田淵さんはまくってないかまだっすね、だよね、だこれ1周がかなりでかく10万ああの1周10万もらえるんで、うん、あのアベレージの約そうっすね65万だから10%ぐらいは回収できる 8.5% ぐらいか 8.5% ぐらい回収できるんでかなりオールインが強気でいけるグラインドになってきました、うんまあ、あの2ポケこれオールインかガブさんワンチャンぶち込みオールインあるんじゃないかなじゃないかさすがに2ポケ降りる2ポケは降りたいところですかね今は降霊もしないか難しいっすね先ロリン、これナイスオリンですね。いやー、まあ現状勝ってるもんな。いや、ナイスオリンです、ナイスオリンです。ナイス。すごいなー。いやー、粘りが、粘りがすごい。本当にすごいですね、粘りが。しかも取りたいところから取れてるからいいね。いや、そうなんですよ。チップリーダーのところから取れてるんで。チップリはね、ここで勝負しなくてもって気になるもんね。あれ結構結構どういうこと？いや、結構均衡してます、ね。均衡してるね。一撃がでかい。いやでかいっすね、うん、このチップさやとそしてもうあと5分ちょいでグラインドが上がるおー S がうわーこれはいろいろやばいさあガブさんレイズしていきましたファビオさんに向けてさあ田淵さんただこれエース持ってるんですよ時間が弱いそうなんすよねここは一回見送ってもいいんじゃないかな。そのハビオさんがスタックが結構削られてきてるんでオールインが飛んでくる可能性があるんでちょっとここは抑え気味の無理したくはないんじゃないかなと思うんですよねさあここで、キングさんでコールさあフロップ3ヒット俺さっきこのボードだったよこれ俺3ヒットしててさあファビさんあーこれよさっきのそれ俺ここでオールインできなかったねフロップで、ね、でターンでジャック引かれて、はい、ヒットされてでそこでオールインしちゃったんよこれチェックオールインあのボードきついっすねいやちょっと入れたもん勝ちがあるボードっすもんね、うん、でもさすがやっぱここで今フロップでね、うん、打てるからやっぱ強いな
ダブさん的には別に無理せず行こうかなっていうところやったんですかね。さてさて、さあまだバブルラインは依然とつながっ続いております。 AC が入ってますね。ガブさんこれ刻んでいくんじゃないですか。これはザガンから10万。さあエイコーさん、ジャッククイーンなかなか強いですね。ただファビオさんも店内のオフを持ってるんですが、さあここはこれはきつい。いやエイコーさんこれジャッククイーン大事にいきたいな。これチップ持ってるからオールインとかいうのは違うかな。今は AC ズいるからね後ろに。ついちょっと頼みますよマジで。いやー降りた、おー降りた、大人ダウン、大人ダウン、ちょっと戦っちゃうもんね。これナイスダウンになるんじゃないですか、もしかしたら。逆に言ったらファビオさんこれきついな。引きずり込まれないようにねプレイしてほしいですね。うわうわ店内に店内に、おドンクドンク75,000オーリン、あいやー、まあ9か10か。きちい、うん、あーファビさんです、ね、これエイコーさんはスーパーナイスダウンですよ、うん、ダウンだね。プリフロでジャッククイーン持っててクイーントップヒット降りれなくなっちゃう、ね、降りれなくなるっすよこんなん。エーシズ出てくんのかい。エイコーさんの硬さが出てっすね今。うん、その無理しないっていうのがやっぱ大事ですねポーカーは。ねえ。いやーすごい。もうこれファビオさん的にはチップ持ってるからかなり緩いところでコールしてきましたね。まあバックドアのストレートもあるっていうところで。うんコールしたんじゃないかなとは思います。さあチップかなり動きました。 A シーズ結構入りますね。ねえ出てるね、うん、FT になってからも何回来るんですかね。結構見えてるよ今日は。 A シーズあったかな。いや俺ないっすね、うん、ハイポケ自分はジャックスが1回だけですね。今日はトップイットストフラドローがあったな。トップイットストフラドロー、うん、だいぶ強い。あ、JT さ さあこれ翻弄されるよ。さあ JT 行かないと。でも22、そっか。ジャストコールで、ジャスコ、これ心なしかの JT コールじゃないですか。だろうね、はい、いやこれスートだったら多分ちょっともうちょっと強気にいけてたかもしれないね、うん、オフだからね。さあファビオさんボタンで3球スートでコールしました。なんでこれはかなり広い。おっとリンプポット。さあここでまさかのファミリーポット入りました。さあどうなるこれは。ポット、あーなんだ、クイーンだ、クイーン、クイーン、クイーン栄光さん。でも2345ガブさんオープンエンド、ガブさんオープンエンド、ガブさんオープンエンド、なんだと。ガブさん引いた、これは嬉しい。ストレート 5-2、 まあ BB だからね、ラッキーしてるねこれ。そうですねこれは別途ポットで1回打ちたい。やばこれは嬉しい。いやまあそうね降りるよね。さあここでエイコーさんがまあ本当にエース持ってんの、まあ、っていう話になるんですよね。もっと強いのいた。いやもっと強いのよ。いやでもまあ BB だからってやっぱローボードをねちょっと意識はするよね、うん、いやしますします。 2P ぐらいはあってもおかしくねえなって思うもんな。かなりレイズしていく。あいやオリン、あーまあそりゃそうだ。ゴール、ゴールしちゃった。でかいね今のね。でかい、これはでかい。25万でしょ。さあブラインド上がりました。60、あ3万6万ですね。
ただちょアベレージが 10BB になってしまった。ただちょっとこれインマネラインなんでね、かなり皆さん耐え続けてる、プラスアンダードックがかなり勝っているんで、ね、まあちょっとこれはアベレージかなり厳しいんですが、どうなる。さあ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 、ペイコーさん今のちょっと痛いっすね。痛いね今のは。でもまあクイーンでレイズっていうのは、おファビオさん、ファビさん何のハンドなの。さあファビさん読み込まして、読み込まして、コールできないコールできない。さあ BB、 あーなんだ。おおファビオさん8号スート、8号スートだけど田淵さん現状負けてる。56、いやちょっときついな。阿部が低いからもうコールしてやろう精神なんすかね。まあ実際まあスートだもんな、ファビさんな。28、ファビさんはもう、うん、ああダウン。いや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 、ナイスオールイン、もう気合いですね今のオールインは、うん、はい。これもうじゃんけん大会になってきちゃってるけど、これでももう気合太郎勝ちですね。だね、まあ、時間ももう12時12分ですかね。おさて、エイコーさんに S のガブさん、ガブさんボタンでエクイ、ガブさん、これは15万、チップリは今ガブさんってことか。チップリだ、ガブさんですね。オールインした。オールイン、これはもうバブルラインなんですよ。 いやバブルラインなんですよ。でもただ3万がかかってる。あーナイスボールド、3万がかかってるんですよね。わー 50% オーバーだ、田淵さん世界の 50% を。いやーファビオさんと田淵さんが同じぐらいか。いやー、栄光さん結構きついね。いやこれ厳しいっすね。チップリからチップリーダーってなかなか勝ちきれないんすかね。そうなんだ、なんかわかんないですけど、まあ、周りはやっぱ攻めるだけだからね、うん、追いかける方ってね割と楽だよね。楽です、楽、気持ち的にはここぞっていう時にねやっぱ打ち込めばいいだけだから、ね、さあ気になるハンドは特にないですが、ここで2人でどうするか。ファビオさん点3で、いやまあスートのね、ただこれね、エイコーさん的にはこれる、いやファビオさんがかなりレンジが広いところでオールインされてるんで、いや勝ってんじゃないかなっていうところまで考えてると思うんですよね。このファビオさんの強みってもう結構こうプレッシャーなく入れてるところだと思うので、入れ慣れしてるよ、入れ慣れしてます。あーうわ、うん、ナイスオールイン。だここやっぱ残り1人でインマネするよってい こう気持ちがちょっと片隅のどっかにあると思うんで、今のはでかいね、うん、でかいですね。簡単には入れづらいんじゃないかなって、あまあコールしづらいとは思うんですよね。だそこをファビさんはもう気にせず自分を貫いてプレイしてるようなイメージですね。さあコールド、コールド、おーおお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 お勝負どころなのかなって思ってるんじゃないですかね。ガブさんも結構凍れる、ああ、まあ確かにね、エースがあると思うとね、うんうんうん、きついね。まあでも依然チップリーダー、依然チップリーダー最上位ね。
当だ。お、ガブさん、あー、田渕さんがオールイン。やっぱするんだね、スートに対してのもうオールイン加減がすごいね、やっぱり。エース4、あ、エース3か、エース3オフ、どうする？取れる？現状勝ってるけど、ちょっとキッカー弱いよね。悩むね。いや、コール。あー、ナイスコール。いや、これはナイスコールですね。ナイスコール。いやー。さあ、S3 が現状有利。なんもない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 で、ラスペードが。あー、フラッシュ。フラッシュ。リーバー。すげー。あー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。田渕さん、田渕さん、僕とね、 B と G しか違わない。 B と G の差が、はい、これでは、いやー、お疲れ様でした。これは悔しい。いやー、でもナイスなんですね。でも僕飛ばしたの田渕さんですから。あ、そうなんですね。そう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 。田渕さんはじゃあグッズを2つゲットするってことですか。そういうことになりますか。まああと残りが、残りがこのナップサックと折りたたみ傘と、折りたたみ傘、扇風機と、扇風機、あとこのキーホルダー、このあの、あ、ビリケンさん風の、ビリケンさん、お疲れ様です。顔出し大丈夫ですか。です、じゃあここ顔出しは、まあ、まあ、あ、どうですか、一瞬、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスラン。さん、さっき映ってなかったんですか。ちょっとだけです。ちょっと、はい、あの、一応実況付けでは名前が似てるって話をしました。あ、一文字違う、文字違う、 B と G の違いでしたからね。 B と G ね。どうでしたか今回。初めてこのトーナメントだったんで、はい、まあ、うん、そう、一回でもなんか忘れたんですけど、出たんですけど、うん、今日何で、あの柴田さんの、お、はい、あれを昨日見てて、ね、で、ちゃんと見てて喋ってて、その12月12って聞こえて、そうです、そうです、そうです、今日やみたいな、うん、夜中見てたの、今日の朝見てたの、うんうん、で、みんな、その友達と行こうや、うんうん、嬉しい、一番嬉しいっすね、なんかその本当にマジで、なかなか全部見終わったの、ほぼさっきっす、この車で。あ、そうだったんだ。じゃあ、その自分が、あの画面に出てた僕が目の前で花束もらった後にね、しかも飛ばしたのはね、田渕さんですからね。田渕さんね、はい、そうっす。いやー、じゃあなんかグッズを、グッズが今、この4つから、4つから、すごい嬉しいっすね、配信を見て。まあ、僕のこと飛ばしてるんで、マジで悔しかったっす。いやー、そうですね、いや、めちゃめちゃショートやって、いやー、悔しいね、悔しい。いや、もうしょうがない。結構残ってたっすけど、うん、結構いけてたと思う、うん、あそこ勝ってたら結構ワンチャンあったな、うん、そうですね、あそこ勝ったら結構見えてきたっす、結構ね、もうでずっとショートのね時間長くて、その中でも粘り続けて、うん、かなり粘ってましたね、はい、あのリバーとかね。あのリバーやばかったっすね。あれは嬉しい、ほんまに、うん、似合うつ、うん、やばかったっすね、ハートなしだね、ナイスでした。最後フラッシュ見たかったっすね。あれはびっくりしましたね。びっくりでしたね、ほんまに。え、なんかグッズ選びます。あ、じゃあどれか、これ扇風機、これ折りたたみ傘、ナップサッ サックと、あとキーホルダー、折りたたみ傘で、あ、折りたたみ傘、了解です。こちらのね、折りたたみ傘、じゃあサイン書いて、写真は撮りますか。はい、写真撮りましょう。はい、カメラあります。はい、私こういうやつ初めてなの。あ、本当ですか。配信宅、はい、ぜひまたバブル遊びに来てください。ですね、また俺の JP トーナメント、ずっと手くれてました。やっぱそうだ。ちなみにおいくつですか。今25です。じゃあもう本当にテレビでちょうど見てた。あ、そうです、そうです、ね、そうです、本当に。じゃあ田渕さんでいいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあこれ、はい、どうぞ。ちょっと一瞬でここが目当たっちゃうんで、悔しい、いや悔しいね。でも、まあ、またこれが、すみません、チーズ、すみません、もう一枚、はい、チーズ、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。またぜひ参加していただいて。ナイスランです。ナイスランでした。本当にナイスラン、悔しい。またリベンジマッチお待ちしてます。ぜひ配信もアーカイブで見れるんで、
あ、そうです。今日、はい、アイカービー残るんで。恥ずかしい。あの、自分のプレイ見返せます。あ、そうですね。はい。ぜひお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます、田渕さん。あれはやばい。いや、でも、ランナーフラッシュはやばい。あの、柴田さんの配信から来てもらう、ね、いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。今日知っていただいて、ね、お友達も誘って、いや、ほんと嬉しいですね。嬉しいね。なかなか、その、なんですか、見てたとしても、その一瞬って、うん、あの、こう喋ってる一瞬でちょっとじゃないですか、うん、そこをちゃんと聞いていただいて、ね、しっかり見てくれた、来てくださったのはもう本当に嬉しいですね。配信だったの初めてで、あ、そうですね。俺もその柴田さんの番組で配信だった初めてだったんで、はい、あ、そうなんですね。そうそうそう、あのガチなセットは、そうそうそう、欲しかったですもんね、あれも3位、6人中3位だったんで。あれ、ちなみに優勝って何かあるの？優勝はなんかわかんないけど、その毎月やってるらしいんで、あ、そうなんですね。グランドチャンピオンみたいなのを決めるらしいです。あ、最後の最後で、うん、あ、なるほど。でも、もう柴田さんめっちゃ勝ってる。この前はサスケさんが勝ったな。あ、サスケさん勝ち、すごい YouTuber いつか出してほしいですけどね、柴田さん、ね、たまにバブルで遊びに来てくれるんで、一緒にやってる、まあ、マサキングさんもね。そうですね、マサキングさん。さあ、今ねだよ。さあ、これ今にして残り3人の状態で、はい、見る感じだとガブさんが一番スタック持ってそうなんですが、ね、ガブさんも今のプレイ的プレイラインで言うと、エイコーさんが結構我慢してる状態に、うん、あ、オリンコール、あー、これはキッカーが勝ってますね、エイコーさんが。しかもファビさんまたスーッと、うん、8ヒット。あれ？いや、これやばいんじゃないか？タイヤ。タイヤ。あー！また引いた！ワビさん、また引いたよ！リバー！ワビさん、また引いたな。すげー、夏フラッシュ。いやー、お疲れ様です、エイコーさん。ありがとうございます。8ヒットでちょっとね、嬉しいってなったんだけどね。すごいエイコーさんのプレイラインがめちゃくちゃ綺麗で、あの結構我慢の効果をしていた状態だったんで、いやかなり悔しいんじゃないかなと思いますね。あのジャッククイーンとかも降りられてたんで、結構いやもいいところあったんですけどね。惜しかったね。一番見せ場多かったんじゃないですか ね。そのタクの中ではチップリーダーでいいところもあったんで、悔しいなぁ。にしても引くなぁ、ね、フラッシュ。本当にファビオさんめちゃくちゃ引くんですよ。いや、やっぱスートって強いね。いや、本当にすごいです。うん。強いんですよ。強いよ。いや、これ悔しいなぁ。いやぁ。あ、どうぞ、はい、顔出しを受けて、ここちょっと一瞬座ってください。ぜひ、ごめんなさい。いやぁ、ナイスだ。お疲れさまです。お疲れさまです。いや結構ね、チップリの時間長かったのにね。いやきつかった。一気にドドドッとね、まくられちゃってね。そうっすね、まぁ、あ、ちょっとブラインドがやっぱそうね、ちょっと厳しいのもあったんですけど、最後の方はじゃんけんになっちゃうかなっていう、うん、ただA シーズを持っているガブさんが A シーズを持っている状態の BB エイコーさんのジャッククイーン、あれはもう、あ、そうですね、ジャック、ね、もうスーパーナイスダウンですね。いや、迷ったんですよ。でも1番さんすごいやっぱりハンド入ってたのと、はい、やっぱリスペクトすごい高っ、僕の中ではすごい高かったんで、ああ、なるほどなるほど、まあここは無理せず行こうかなっていうところだったんですね。まあチップリほぼ 1番2番のチップリ多かったんで、どっちも、あ、なるほど。そうなんで、まあ変に自分もぶつかんない方がいいかなと思って行っておりました。あれ入ってたら降りれなかったんだね。いや、降りれない、絶対降りれない。いや、良かったなと思って、8ヒットしてね、ファってなるよね。配信で、あの、うわ大人だっつって、いやー、良かった。いやー、ナイス。いいところ少しでも見せれて、いや、もう本当に見せ場はエイコーさんが結構多かったんじゃないかなって。配信中、あのチップリーダーだったりとか、はい、そのジャッククイーンの降りたところとかも結構見せ場あったんで、あのエース4で、はい、4ヒットで4ヒットコールした、あのお姉さんがスーパーコールね、あれ何だったのかなと思って。まやちゃんはオープンエンドかなんかな。まやちゃんキングハイかなんかですね、確かクイーンハイかなんかのハイカードでブラグ打ってるのに対して4ヒットでコールしてて、いや、あれはお姉さんだって始めたのあれですよね、2ヶ月くらい。マジっすか。言ってました、はい。
あそこでプッシュできるのはマジですごいなって思う。女の子だとブラフなさそうなんですよね。そうなんですよ。いや、分かる、そうなんです、分かる、そうなんです、そうなんです。リスペクトが上がったのと、まあでも結構スチールに走る子なんで、うん、ハンドがちゃんと入ると、あのリバーのベッドはちょっと臭く感じたんですけど、ね、そう、それでちょっと迷ってこうしました。まあでもやっぱ冷静だね、差を見て。、うん、普段は、はい、埼玉県の方普段、そうっす、そうっすね、そうっす、草加のテキサス、テキサスさで、俊介の、うん、あの幼馴染なんで、うんうんうん、はい、仲良くやらせて。 AJPC 今回も優勝して、そうっす、そうっす、前回も日本で AJPC 優勝して、JOPT のメインも優勝してる。すごい、すごいよ、店の乗りに乗ってるの運転手です。運転手。運転手やってます、はい、運転手さんですね。まあでも今のおめでとう。いや、本当にありがとうございます。本当はね、撮りたかったんですけど、いや、そうですね、まあ、確かにね、はい、トロフィーとかもあったね。まあでも今日はあとグッズが3つ残ってます。あるんで、ナップザック、うん、キーホルダー、扇風機、うん、どれでいいか。こちらにサインしてお渡しします。あえてテキサス草加にサイン入りのキーホルダー、あー、飾っときます、飾っとく。じゃあこれいいですか。ほら、こちらのこちらのね、キーホルダー、ありがとうございます。ちょっと飾りましょう。ビリケンさん風の。ほんとだ。こっちはこの俺が描いた、自分で描いたやつなんですけどね。ちょっとテキサス草加に飾っていっといていただければ。僕が行った時に写真撮れるんで、これでいいですね。はい、あれしますね、ハンドの置くやつ。あ、カードプロテクター。カードプロテクター、カードプロテクター。ちょっとこれでかすぎるんで。扇風機やと飛んでいきますからね。すぐ消費しちゃう。いや、じゃあお名前はエイコーです。エイコーさんでね、はい。いや、悔しい。いや、でもめちゃくちゃ楽しかったっす。いや、盛り上がりましたね。結構ブラインドも深いですからね。いや、深かったです。ただまあ、やっぱこう平日のトナメあるあるなんですけど、はい、やっぱインマネライン手前に2ブラインド手前ぐらいでやっぱこう阿部がどんどん上がってっちゃう、ます、まあ、そこがちょっと勝負どころなのかなって感じだったんですけど、はい、じゃあこちらありがとうございます。写真撮りますか。あ、ぜひ。あ、携帯じゃあもらえれば、はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。ちょっと待ってくださいね。はい、チーズ。アイス、ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあこれ、ありがとうございます。じゃあ3位はエイコーさんでした。おめでとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。いや、楽しかったです。いや、よかった。また来てください。じゃあバブルも久々やったんで、ちょっと一瞬呼び出しかかった。一瞬だけ行ってきます。あれ、これ画面は生きてる、生きてる。はい、そう、ヘッズ。いやー、1位にはこちらのトロフィー、トロフィーが贈呈される予定です。さあ、今、あー、もうガブさんがちょっと QBB、 ヘッズになってからはやっぱ早いからな。ファビさんのフラッシュすごかったな。いやー、これはどうだ。あ、やばい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 。ちょっとごめんなさい。お互いにジャック、キッカーがファビさん勝ってる。これはどうなる。ホールド。わー、すごい。倍以上あるね、ファビさんね。まもなく決まりますね。まもなく決まります、うん、さあ、うん、そう、ファビオさんがキング7オフでレイズするんじゃ。あ、オールインした。オールイン、オールイン。これこれ決まるか。あー、決まるか。いや、でもクイーン10強えな。さあ、どうなる。クイーン、あ、テン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 。いやー、これはまだ決まんない。8がある、8丸、8がある。あー、あー、強い。いやー、粘るね。ナイスコールだね。かなり粘っております。ナイスコール。テン、嬉しいね、今のはね。おっと、ちょっと均衡したよ。均衡してる、均衡してる。すごい。
一応、あ、ガブさんまくったね。ガブさんまくった。あ、まくってそうだな、これ。うん。いや、すごいわ。全然決まんないっすね、思ったよりも。でもまあ、ブラインドはね、進んでいくから。おっと、これ今ちょっと連絡あったんですけど、うん、8万マイル、4万マイルを、うん、ディールして7万、5万マイルになったみたいです。1位が7万マイル、2位が5万マイル。はい、ちょっとディールでチップ差も多分あんまないってことですね。さあ、ガブさん、これキングクイーンオフ強いハンドなんで、一旦バリュー取りに刻みに行くのか。あ、オールインですね。さあ、ファビオさん、テンパチコール。あー、ガッツっすね。ファビオさんはもうあくまでも全然引きに行くぞと。いやー、テンパチ、テンパチ。おっと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 。あー、キューガットもついた。キューガット、うわあ、この人やってる。決まった、やってるよ、ストレート。決まったか。あ、でもまだそうだ、ガブさんが多分、いやー、もうすごいじゃん、もう。うわー、もう何このリバーもうリバーゲーなのよもうすごいな、こんな弾けんの。しかもストレートばっか弾いてるんですよね。あとフラッシュな、フラッシュも弾いてるし。いや、すごいわ、すごいわ。いや、あれスナコできる。いや、もうガッツ気合が違いましたね。カバーされてるかな。 92.4 は阿部が130だから26万。あ、カバーされてないかな。カバーされてないね。されてないですね、うん、はい。いやー、すごいわ。うおー、まあでも、まあでも、いや、これまだわかんないです。まだあと一撃勝てば、まだあと1分でもう BB が10万になっちゃうね。阿部 13BB になりますね。いやー、きつい。さあ、すごい。さあ、終盤か、そろそろ。面白いね、しかし。いや、おもろいっす、これは。いや、ファビさんとしては嬉しい。さあ、よいしょ。ハンドが読み込まないけど、あ、これは降りましたね。何で降りたんだろう。まあ、ガブさんは1回オールイン勝ったらまだ全然わかんないです、状況的には。はい、さあ、ここまでブラインドが4万8万、次上がりますね。おお、いけんと、うわうわ、これ絶対ぶつかるじゃん、もう。これはもうもうぶつかるやん、ね、ぶつかるね。うん、5ポケ強い。なんだなんだこれ、 50% スオーバー。最後まで 50% なのよ。ああ、決まったか。いや、うん、うん、決まったっすね。いやー、ファビさん、ファビオさん優勝。ガブさんから配信室、ガブさんから配信室お願いします。お疲れ様です。いやー、ナイスファイト。いやー、きつい。すごいね、A 金最後のハンド、いいハンドだったね。いやー、 A 金5ポケ、まあ、お互い後悔はないんじゃないでしょうか。ね、確かにね、はい、これはすがすがしい。どうぞ。お疲れ様でした。ちょっとちっちゃいですけど、ごめんなさい、一瞬だけこちらで。お疲れ様でした。2位のガブさんです、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後の最後の、まあ、もうキンクイターのバッテンじゃないですか。いや、まあそうですね。あれを
あれ、あなちゃんももう、あそこでもう流れもないし、難しいなと思ったら、そこで。いやー、でも途中からかなりチップを積み上げていって、はい、結構安定していたような動きでしたね。そうですね、まあ圧力もかけながら、うん、まあ、引くとか引いてて。そうですね、はい、結構安定されていたようなイメージですね。そうですかね、まだ。ポーカープレイ歴はどのぐらいなんですか？多分4年弱だから。じゃあ同じぐらいですね、本当に。普段はどこのプレイヤーさんでいらっしゃるんですか？錦糸町とか、なんか、カジサ行ったりとか、そんな感じですかね。結構遠いところから。あ、でも家はそんな来ないです。ああ、よかったです。はいはいはい、いや、ありがとうございます。今日は何を見て来ていただいたんですか？今日、すずが知り合いなんで。あ、はい、うちのディーラーの、はい、すずが、はい、知り合いってことで。あ、よかったよかった、それは。よかった、嬉しいです。どうですか、参加してみて。この平日のね、5時スタートで50そうですね、結構オーバーっていっぱいいて、あとスタクションも結構、まあ後半はしょうがないんでしょうけど、うん、途中までは割と良かった。うん、ありがとうございます。そんなじゃんけん大会にならない感じだったから、うん、まあ後半は別にしょうがないとしても、そうですね、うん、まあ、終盤 後半あたりまで結構いいスタクションだなと思って。いや、本当ありがとうございます、はい、そう言っていただけると嬉しいです、はい、今日は FP 残ったということで、あと2つグッズを残っているので、どっちからか選んでください。こっちかこっちかどうですか？あ、扇風機。トロフィーじゃない。トロフィーじゃない。トロフィーじゃない。これをもらって。扇風機。はい。じゃあこちらにサインをさせていただいて、写真とか一緒に撮りますか？そうですね。はい。じゃあここで撮って。あと、あの最後優勝のファビオさんとみんなで写真撮りますので、はい。ぜひぜひぜひお願いします。携帯いただける。すごいね、遅い時間までありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。遅い時間までガブさんで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、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 じゃあおめでとうございました。いや、行きますよ。ハイチーズからのもう一枚ハイチーズ、ありがとうございます。お疲れ様でした。ました、またぜひ一緒にやりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。トロフィーの写真をファビさん、優勝はファビオさんです。真ん中にどうぞ。めっちゃ狭いやん、これ。そうなんですよ、ちょっと一瞬ごめんなさい。お疲れ様でした。え、トロフィーあんの？ここトロフィーありますよ。これはもう今回1周年記念だからね。あ、そうですか。はい、1周年記念のチャンピオンってこと？チャンピオンの、JT カップの名前がたくさんある。 JT カップのトロフィーをそうですね、贈呈させていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。すげえ、かっこいいじゃん。意外とちゃんとしてるっていう、うん、ちゃんとしてる、はい、結構重いし、重たいです。結構痛い。痛い痛い痛い。まあもうファビさんはね、もう普段からバブルでもプレーたくさんされてるし、うん、そうね、本当にたくさんのね、トロフィー持って帰ってきてますもんね。いや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 、でもみんなで、まあ田口さんと2人でめっちゃ気合入ってますねって話をずっとしてました、うん、オールイン。いや、っていうか、あのスルートに対しての信頼度高いですね。そう、なかなかやっぱ後半反動きつかったから、うん、いや、きつそうでしたね。きついし、俺の左側にいた人結構俺に対してのレーザーが強かった。うん、あ、3位の、そうそうそう、あ、エイコーさんですね、うん、結構アグレッション上げないと、うん、そのまま削られるなと思って。確かにオールインで下ろすっていう方法がハマったから、まあ、わりかし良かったかな。でも肩強かったね。いや、リバーやばすぎでしょ。リバーフラッシュ2発とか、もう本当にあのストレートのラスト、あれはわーって言ってたもんね。9ガットバチン引いて、バチンっつって10でもいいのに9ガットバチン引いてましたね。本当にすごかったですね。いや、いやもう押し切りましたね、最後もね、ごぼうけでね。楽しかったです。エイクイ、エイキンか、エイキン出てきて、刺さったら気持ちいいね、あれね。いや、気持ちいいですね、一番嬉しい。でもなんか地味になんかバブルのトロフィー初めてもらったから嬉しいから。あ、そうなんだ。これバブルのトロフィーちゃんと作ったの初めてなんですよ。そうなんだ。あのバブリオン以外は一個もなくて、これ結構ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてます、これ。持ち帰りますか？持ち帰りたいです。いや、置いときます。あ、置いてく。まあこれね、ファビさんのサイン書いて置いといてください。確かにね。でもこれさ、あのWPT のハイローラー2位だったけど何もなかったよ。ちっちゃなメダルだけだから、これより全然いいんじゃん。嬉しい嬉しい嬉しい。しかもなんとファビオさん、あのキリンジ戦出れます。何それ、キリンジ戦？あの年末にやるタイトルフォルダーしか出れない大会があるんですよ。あの名人戦みたいな。そうっす、あれのサイドトーナメントに出れます。今日50円以上なんで、結構じゃすごいんだから。
結構今日めちゃくちゃ人気だったね。いやありがたいですよ、50エントリーオーバーは。 JT カップやばい人いたよね。いやめっちゃ、うん、めっちゃ多かったですよ。でもみんな上手かったっすね。全体的に本当に、いや本当にレベルが高すぎた。うん、例えば上手い人本当に多かったね、うん、常連もいたけど結構新規もいっぱいいたし、うんうんうん、最後のヘッズと3人4人とかも全然やったことない人だったから、うんうん、そうですね。今日は新しいなんかこう普段見られない方が遊びに来ていただいて、うんね、そうだね。ちょっと新鮮な感じのトーナメントだったですね。いや俺は個人的に楽しかった。ああよかった。本当来る気なかったけど、ハヤトがだって来た瞬間すごい疲れてたもん。すごい疲れてた。最近格闘やってるから、午前練習仕事で家で寝ようとしたら、ハヤトが JT カップ来ないですかみたいな。ああそうそうそう、ダル行くしかないと思って。ちょっとまあお二人のために。いやありがとうございます、はい、あと一応このラップザックね。ラップザック。これは欲しい。この、はい、パンツとかもらったらいらんなと思ったけど。いや。これは欲しい。スカイフルジのパンツ。これ。これナップザックっすね。かわいいじゃん、これ。おお。これあの、サッカー行くときにスパイクとか。あ、スパイクいいっすね。そういうやつっす。そういうやつっす。めちゃくちゃいいよ。はい。サイン書いて。サイン書いて、あの、あれします。え、すげえ、今26人置いてるの、はい。まだ。これコメントみんなしてくれないのか。いや、コメント意外とあんましないんですよね、宮本さん。しない。じゃあサイン書きますね。はい。ありがとうございます。ファビオみたいなね。ヘッツはなかなかあなたには勝てません。勝てないのよ。いつも本当にファビさんに持ってかれるんだから、チップ。これさ、写真撮って飾ろうぜ、3人で。いや、ありがとうございます、それ。俺の、ファビオ。そうか、これ、じゃあどっか大会出るときに、これの優勝したって言えるもんね。言えます、言えます。そうですよ。はい。これだって今年3タイトル目だ。へぇ、そうっすね。だよな、うん、すごっ。結構意外とかやってる。いやいやすごいですよ。気合入ってんだ俺。いやてかあの最後の気合は一番ファミさんが1位でしたね。なるほど、うん、気合はもう一番でした。気合ないときついよね。いやーまあそう、結構勝負だったから。あのチップアベレージもあれありましたからね、はい、ありがとうございます。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 いやだー、どこのカメラだこれ。これここ。したらじゃあ、この3人 で、はい、3人で締めていきましょう。はい、じゃあ今日52エントリーありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。